日テレでアニメフェスタのニュースやってますよ。本当？みよみよ、ライブのシーンも流れるかな。きっとありますよ。新曲も新しい衣装もお披露目しましたし。あの衣装可愛いけど腕を上げるとこうちょっと脇散らしますね。言わないで。冷静になるとちょっと恥ずかしい。そこも可愛いよね。私は好き。っていうかルリさん、今ニュースで言ってましたけど、アニメフェスタの来場者数2万人以上だそうですよ。ということはその2万人がルリさんの。言わないでってば。ライブのシーンだよ、ちょうど新曲のとこ。ということはこのニュース見てる人みんなウリちゃん。やめてねえ、それにしてもこのニュース妙にウリちゃんばっかり狙って撮ってない？確かに、これはまさか。ハロー、ルリタン。今日のニュースレックしておいたぴょ。ルリタンの脇散らかっと隠し撮りして持ち込んでおいたから、そろそろ流れるはずだぴょん。おお、倍速じゃダメだぴょん。ちゃんと高画質にするぴょん。あんたが犯人かぴょん。いや、日常が戻ってきたね。それじゃあ今日もラジオに行きましょう。みんな、トチテレ見てるかな。あなたもののかもイチゴを食べればベリーハッピー。イチゴみたいな乙女を目指して、イチゴをエール春崎ののかだよ。みんな、ラー油レディー、イエーイ。お野菜いっぱい、ラブいっぱい、餃子をエール堤まなみです。ダサいって言ったらダサーい。ウリウリしてあげる。やればできる子嫌いじゃないわ。かんぴょうエール、ウリタルリよ。マロニーエールの栃木をエールするラジオ、略してマロラジ。さて始まりました、マロニーエールのマロラジ。改めまして春崎ののか役の野水よりです。つつみまなみ役の設楽まみです。ウリタルリ役の小林もと子です。ということで、はい、トチテレアニメフェスタ2017ありがとうございました。ありがとうございました。いや、なんか久々にカンピョン聞くと笑っちゃうよね。面白かった今。ヘルーヘルー。でもさ、ちょっと編集上は聞こえてないと思う、あの放送上は聞こえてないと思うんだけど、あの2回さやってくれたじゃん、ちょっと失敗してもう1回やった時にさ、急にさ、なんだろう、チャーリーズエンジェルみたいなあのルリターンってさ、なんか言ってヘルーだったのにヘルールリちゃんみたいな。いいね、そのどくなってる本番とリハーサルで変えてくる感じ。すいません。さてさて、そんなドラマから始まりましたけど、噂のアニメフェスタ2017年、仮想のメールいっぱい届いておりますので紹介していきたいと思います。はい、キヌさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。マロニエルの皆さん、マロラジは、マロラジはキヌと申します、うん、この度は2日間アニメフェスタお疲れ様でした。ありがとうございます。2日間とも参戦しましたが、とても楽しかったです、うん、特に1日目の新曲披露、ソロ曲なのに歌っていない他の2人がバックダンサーのように踊ったりハモったりと、やはりマロラジは3人で1つなんだなと改めて実感しました。私はうちわを自作して会場に持って行ったのですが、ライブ後の物販でうちわが見えたよと言っていただけてとても嬉しかったです。うちわに使ったイラストを投稿させていただきますね。また来年もあの場所で皆さんにお会いできることを願って、素敵な2日間をありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ力作のうちわだったんだよね。すごい、かわいいんだよ。両面でさ、男女で絵柄違ってさ、うんうん、色の感じとかもすごいですね。ね、かわいい、かわいい。そう、男性キャラも3人になったんだよね。ね、3人3人ってなんか違う、なんか某アイドルなんていうのみたい、男性ユニットみたいな。いやー、この3人は強いよ。強いですね。強いよ。ありがとうございました。そして2つ目。ニックネーム雷さんからいただきました。ありがとうございます。マロバム2感想。マロバム2何度も聞いています。マロバムもそうですが、別れる
振られる曲があり、今回はルリちゃんが振られています。ひどい。仕事を言い訳にして今度はルリちゃんがハッピーエンドになる曲を作ってください。お願いします。あ、なるほどね、振られてないよね。そうでもね、確かにそう、ごめんね、あのね、実はあの曲振られてないの。でもね、よく歌詞見るとそう、不穏な空気っていうか、なんか出張とか多かったり単身赴任みたいな感じみたいなしてて、離れてる年上の人って感じだよね、あれ。そうで、あのね、確かにあの曲聴いただけだと結末がわからないよね、わからないんだよね。どういう歌詞で終わるんだっけ。離れたままだけど、緑のリボンが空に登っていくのを見つめてみたいな、なんかそんな一応、うん、そうだね、空を見るみたいな感じになってるけど、空を見ちゃったからねあれね、そう、あのね、雷さん、あの曲実はね、本来最初作ってた段階だったら、うん、ハッピーエンドだったんですよ。でも、うん、なぜなったかっていうと、そこの結末が書かれた D メロがあったの、もともと D メロが。そうだそうだ、それをバッツリ切ったからですね。そうだそうだ、尺が入りきらなくて、そうそうそう、バラードだからもっとテンポが早ければ入ったんだけど、ちょっと重くなるかなっていうのでね。そうそうそう、でもね、よくよく歌詞見て聞くとわかるよ。そう、別に振られてはいないし、うん、どうにもなってないんだよね、結果的には。切ないっていうだけで。そうそう、でもそういうので強さもらったりして、あなたと出会えてよかったみたいな曲だよね。そうですね、うん、でもさ、振られてしまったのか、うん、ハッピーエンドなのかわかんないっていう感じに収まったのが結果的に良かったよね。そうそうそう、どっちとも取れるみたいな。恋愛なんてそんな問題を解きない。確かにね、もうさ、その震え声で言うのやめてくれ。顔もすごいドキドキしながら言ってるじゃん。私が恋愛のことを語るなんてって顔がさ、そんなもんだろ丸出し。ののかまなみの下裏話ありますとのことで来てます。私でもね、ののかの曲に関しては全然迷いなく書いたんだよね。あ、そうだよね、うん、もうコンセプトが一番手だった。そう、コンセプトが決まってて、その、うん、あのちょっとブログでも書いたんだけど、うん、あの恋愛っぽい曲にしたいけど、やっぱりアイドルだからちょっとなんか ね、そういうのもあって正統派って、まあなんかもう今さ正統派なのかってことだけどってとこもあったから、なんかそのイチゴに対しての恋焦がれてるのをあれ僕のことかなってミスリードさせるようなのにしようっていうのと、その逆に難しい言葉を使えないのと、サビではとことんこじらせた文字を入れるっていうこだわりぐらいで、意外とスッとできたかな。私はね、あの一回さ、あの全没というか曲が変わったじゃん、はいはいはい、そうだね、そうでしたね。そうで、その前の、 あの残念ながら採用されなかった曲をもらう前に、私も最初は視線で書いたんだよね、うん、でしたらさんの曲だけ今回曲線でしたからね、うん、最終的に曲線だったんだけど、うん、最初は視線で書いてて、うんうん、で視線で書き始めるにあたって、うん、曲のイメージがさ、うん、なんて言ったらいいんだ、ディスコサウンドというか、ディスコサウンドと違うな、そうそうそう、ファンクアレンジのちょっと可愛い、ファンクの前、最初は EDM とか、多分違う話してる、元子だけ、あ、そう、その前か、最初の前か、一番最初、だから歌詞も自然だったし、そう、曲もちょっとディム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 みたいなのを、あの意識して書いてて、それはね、あの使われなかったけど、割とマナミソロだけどみんなのことを歌ってるみたいな、うん、私マロニエルでよかったなみたいな歌詞だったの。最初それだったの、思い出した。抽象的だったんだよね。そうそうそう、なんかこの具体的じゃなくて、そうそうそう、あんまり、そうそうそう、あの意味とか深い感じじゃない、聞いててシュー、あ、気持ちいいぐらいの感じにしてたんだ。だからそれはね、なんかいつか3人でそういう感じで拾ってくれたらいいな。確かに、なんかいい曲なんだよね、ボツになっちゃったやつもさ、かっこよかった。そう、なんでマロボム3を期待しててください。今すごい、あのとちてるさんに圧をかけていた。そんなことないさてさて、続いてマロラジネーム惑星さんからいただきました。ありがとうございます。今年のアニフェス初めて行きました、うん、そこでマロニエルのイベントでボイスコミックをやっていて面白かったので、帰ってボイスコミックとラジオをまず一周しました、うん、すごい、結構な量ですよ。1日で僕の推しは春崎先輩です。理由は生まれて15年間とちおとめが好きですし、ケーキもショート一択なので春崎先輩です。これからもイベントやってたら見に行きます。遠かったら無理ですが、これからも頑張ってくださいといただきます。15歳だもん、生まれて15年、うん、15歳。あー、いちご祭だ、そうだ、かわいい、すげー、うん、じゃあ2週目のいちご祭の年になるまで応援してください。あ長い。たくさく
いただきました。うん、皆様マロラジは、わ、国世の中の人です。え、あー、本当に2日間アニメフェスタにがっつり参加させていただきました。うん、なんと2日目にはステージで弊社グッズの宣伝までさせていただきました。大感謝です。完全なる中の人だ。マジか。あー、そうだった。また国世プレゼンツメモリアルボードもファンの皆様に熱いメッセージをびっちり隙間なく書き込んでいただいて感激でした。すごい、国世からのお礼じゃん。すごい公式に。国世さん、大阪民ながらマロニエール好きの一心でとちてれさんファンの皆様をはじめ多くの方々に助けていただいて、とても楽しい経験をさせていただきました。ありがとうございます。いや、こちらこそ本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。最後のステージアンコールを目いっぱい叫びました。じゃあこの方いなかったらさ、コラボなかったかもしれないってことじゃない？あとアンコールもなかったかもしれない。そうだ、すごい。でもこれ普通にメールで来てるんですか？すごい。読まれなかったらどうすんだよ。気づかなかったら普通にスタッフ宛に連絡くださいよ。そうですよ。ありがとうございます。夢の2日間ありがとうございました。とのことです。そうです、すごい。まさか ね、 ね、あの有名な国世さんとコラボって聞いて、ね、はみたいな感じ、逆に ね、 ね、えみたいになったもんね。このメモリアルボード可愛かった。チリでね、みんな罫線気にせず書いてるけど実はね、ノートの罫線がちゃんとね、それもあのプリントされたメモリアルボードだったんですよ。私たちが最初に一筆入れた時は真っ白だったのにね。あっという間だったよこれ、埋まったの。はい、続きまして、マロラジネームオッチーさんからいただきました。ありがとうございます。とちてれアニメフェスタとても感動しました。特に2日目、マロニのライブステージ新曲、うん、コズミックファンファレーションの振りをしながら完璧に歌われている姿に感動し、会場全体を巻き込んだマロニエールに感動し、そしてアンコールに応えるマロニエールの皆様に感動しました。ね、年々拡大していくとちてれアニメフェスタに栃木県民としても誇らしいです。はい、今後もさらに盛り上がっていくように応援し続けます。はい、追伸、マロニエールの曲も増えてきましたね、単独ライブ期待していますといただきました。やった、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいね、本当に。コズミックファンファレーションのさ、あの振り付け量がさ、まあ多くてというか、こう結構疲れるんだよね、あれ体力がね。伝わるかな、伝わってる、どうなんだよね、パッと見そんなに。そう、大変そうじゃないけど、そうには見えない。でもなんかメールもらったらさ、意外とやっぱちゃんと踊ってたんだみたいになってたから、伝わったかもよ。あれ結構大変なんだよ。そのね、見た瞬間、あ、できんって思ってるね私たち、あ、無理無理歌うだけ、踊るだけならいいんだけどさ、もう歌って踊ってるとさ、ほんとちょうどサビがさ、一番大事なのにさ、私たちでもね、もとこさんの振り付け毎回すごいのがね、芯がブレないように作ってくれるの。あ、そうだね、歌えるようにできてるね。こうね、ちょっと一見分かりづらいんですけど、やっぱりその丹田というか、お腹のおへそのあたりとか胸がすごいこうブレちゃうと歌がブレちゃうんですよ。でもそれがブレないような振り付けに、ここだけはしっかり残しておける、あとは踊る人の裁量ですみたいな頑張れみたいなね、そうそうそう、してくれるからね。そうだね、ただあとはね、あの絶対ちゃんと自分がやるからもちろんそれはそうなんだけど、呼吸をする場所を作るようにしてるのね。あの、って一気に吸えるところは絶対後ろ向いとくとか、例えばね。なるほどね、苦しい時の逃げ道とか。そう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 、なんとでもできる。ただ、今回のこのコズバレに関しては、そもそものその歌のフレーズが、あのなんていうの、ワンフレーズで歌い切るところが多くて、歌詞も割と詰まってて、ね、詰めたの。私も。それで難しかった、ちょっと。そうね、レコーディングも結構大変だったの。自分で書いて大変だったんだけど、あの、てて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 こう続いてるところをあえて流す箇所と同じメロだけど外す箇所と、てて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 みたいな言葉にするところとあったから、もさらにそれよりがついてっていうのを設楽さんが味わった。あれはい、ありがとうございます。ありがとうございました。続いてマロラジネームココナッツさんからいただきました。ありがとうございます。宇都宮に
ビシビサス。野水さん、設楽さん、小林さん、素敵な時間と空間をありがとうございます。アニメフェスタ2017で発表されたマロニコラボ企画は驚きばかりでした。まさか少女野球のチーム名になるとは。私が女子であったらぜひとも入団したかった。設楽さんがおっしゃっていたように、試合の時チアリーディングをすればもう大勝利でしょうね。何しろ本家のリアルマロニエルがついてくれてるのですから、そこで皆さんがチームの応援ソングを作詞されてはいかがでしょうか。もう作ることになってる。歌いたいね。あのね、今までにもさ、ほら自転車チームさんとか、あのプロのチーム、そうだね、そのこう応援みたいなのはあったけど、なんかこういう少女野球で、しかもなんか名前がマロニエールですからね。でもなんかさ、作るっていうよりはさ、もう本当にマロニエールはさ、エールしてる歌だからさ、そのまま球なんかにしてほしい。あ、マロニエールはね、曲自体は、あの応援する時のさ、なんかあのラッパとかでさ、パッ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 みたいな、あれがマロニエールになってほしい。パッ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 みたいな。そう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 、やってほしい。そうしてくれたら私たちもこうチアしに行きやすいじゃん。もうそれ覚えてますんでって。ポンポン持ってさ、やった時あったじゃん。ありましたね。去年かな。そう、去年のあんな感じでやりたいね。やりたい。もう振りは入ってるから。呼んでください。マロニエルの曲を歌わせてください。パパ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 カットオバセですね。そう、完全にプロ試合だったけど今。あ、違った。たかしさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、マロラジは、マロラジはとちてるアニメフェスタ2017両日参加しました。あ、ありがとう。最高でした。最後のアンコールの時には目から汗が、本当にマロニエール大好きです。これからもずっと応援していきます。2日目は一緒に誘った友達もとても満足していて、終演後に早速会場でマロバム2を、アニメイトでマロバムを買っていました。お、ありがとうございます。いわゆる旧作も買ってくれたってことですね。マナミ推しのようです。だからこれ私読んでんだ。この調子でエーラーさんがどんどん増えていけば待望のアニメ化も近いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。マナミ推し、こうやって布教してくださってるんですね。でもさ、本当のアニメすごくて、今回そのお渡し会みたいなやらせてもらってさ、初めて来たけど明日も行きますとかさ、本当初めて来てくれてそこまでっていう方がすごい多いのが嬉しいよね。そうですね、嬉しい。そしてね、PS もあります。はい、下疲れマン T シャツも完売してよかったですね。イエーイ。めちゃかヤギピー、ちょっとギリ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 で不安だったけど、下疲れマンの力を見よう。下疲れパワー、イエーイ。なんだろう、あのキャラで戦えるって戦えたぞ。しかもさ、本当あの古川さんもだけどさ、関係者のスタッフさんとかがさ、こうジャケットの下に来てくれてるのがさ、さらっと着てたらかっこいいのよ。かっこいい、ね、かっこいいっていうか、ただ一瞬こなし次第、一瞬ざわざわしたんだよね。あ、古川さん、あの無理してそちらを着ていただく必要はあのってなったけど、全然、ね、さらっと来てくださってね。1日目のあの阿部さんも、あのこっちとこっち2種類あるんですけど、まとあのよければって言ったら、じゃあこっち着ようかなって、下疲れマンの方とって。やっぱほら着やすいんだよ。ほらほら、下疲れマン着やすいんだよ。なんかあの北斗の拳とか好きな人にもおすすめしたよね。あ、でしかもあのそう、下疲れマンの肩の肩パッドみたいなやつがよく見ると油揚げなの。ゼロって乗ってるのよ。ギトギトしそう。なんか下疲れマンはまだ戦えるから、また作ろう。また もっと着やすいやつ。ね、なんか今度ね、ジョジョ立ちみたいなやつ作ってほしい。もっと街、ね、バラガールみたいな街なじみするやつ。なんか下疲れマンとかセリフが書いてなくてバンっているだけみたいなやつ。どんどんおしゃれな下疲れマンを。この下疲れマン2018-2019みたいなコレクション供給していきたいの。あのもうぜひ今のうちから下疲れマン第2弾の買えなかった方もいるかもだからね、あのメールとかリプライ送ってくれたら考えてくれるかもしれない。でも私たちは最終的には下疲れマンをあのミアリーちゃんとかみたいにしていきたい。着ぐるみ作りたい。そう、もうあれだけで一人歩きするようにしていきたいの。はい、続いてお願いします。はい、はい、続きまして、何？後藤様からです。待てたよ、なかなか。なんでみんな普通メールくれるの、なんでなの。 DJ さんですね。は
い、え、はい、5月5日に DJ をやっておりました。ことおさまです、存じております。マロニエルをしていて、今年もニューアルバムカバーかけたのですが、あ、お、なかなかマロニエルを召喚できません。来年のとちてれの DJ ブースにはぜひ来てくれることを祈っております。召喚してください。もういいじゃん、リプライでよかったじゃん、繋がってるんだから。ありがとうございます。わざわざ嘘でしょ、なんでメールにくださったんですか。公式に出さないとダメだって思ったんだ。あ、でもそうかもしれない。なこれはきっと私たちに言ってるのではなくて、公式先生にで DJ ブースにお願いしますっていうことかもしれない。あのマロニエルで初めて出た時かな、バスクに行ったんです。そうでしたよね、うん、しかもザ・クラブファッションみたいなのでウェイって言って行って楽しんで帰ってきて、でそれもあってマナミの曲は最初ディムディムにしようと思ったんだよね。あ、その影響を受けてるんですね。そうそうそう、クラブマスクの影響を受けてる。マラバム3、マラバム3にはやっぱディムディム入れてもらってディムディムしてもらおう。そうだ、なんかこのさ、こうイエーイチョキイエーイドゥ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 っていうの入れてもらって、それのあの披露をさバスクさんでやろうよ。ドゥ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 ウェイウェイウェイってなんだろう。あと私たちの曲ウェイウェイ多すぎない？そうなってくる。来年はドゥクドゥクサマーみたいな。ドゥクドゥクにしよう。ドゥク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 オータム、ドゥムドゥムオータム。はい、続いてラストかな、メール紹介します。はい、マロラジネーム板場さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アニメフェスタの感想。はい、マロニの皆様、アニメフェスタお疲れ様でした。ありがとうございました。私も内容の濃い2日間でラストのマロニエルライブは会場がまさに一体、最高潮の盛り上がりで楽しませていただきました。またマロニの皆さんや阿部敦さん、さやか先生など豪華なメンバーが普通にオリオン通りを歩いてるのを見かけられるのもこのアニメフェスタの醍醐味の一つではないでしょうか。イベントの最後に小林さんが本当に少ないスタッフで回しているとおっしゃっており、トチテレの皆さんは大変だと思いますが、ファン一同もマナーを守って楽しませていただいてますので、今後も末永くこのイベントを続けていってください。皆様本当にお疲れ様でした。完璧、素晴らしいお便りよ。スタッフさん自体はすごくたくさんいるんだけど、その中心になってね、企画を動かしてる私たちがよく会うメンバーの数は周りと少数精鋭なんだよね。そう、あとでもね、これできるのやっぱり本当に国民性じゃない、間違った、世界規模かよ。県民性ある、県民性で、あのね、マナーが本当に良くてですね、皆さん、ね、なんかあのさっき結構時間かかったけど、今読んでないお便りとかも全部読ませてもらったんですけど、あのね、ゴミが落ちてませんでしたとか、あったあった、あったよね。あとなんかちゃんとこう席を譲るとか、譲ってたとか ね、 男女でね、あのファンの方で変わるとか、そうそうそう、そういうお便り見かけてさすが栃木と思った。そうだね、あの、あったかいよねやっぱり。そうなんだ、優しいんだよね。そうだから、こうやってきっとさ、あの、あ、オリオン通りでマロニエルがご飯食べてるとか思っても多分プライベートだからとそっとしてくれたりとかさ、声かけてもらっても全然私たち構わないけど、なんかあっていいなって、逆になんか美味しいもの食べてるとか思って見てくれてるこの優しさとかさ、本当に皆さんの協力あって、でね、あのスタッフさんもそういう手の本来なら手がかかるかもしれないところとか、こうね、楽させていただいたりとかしてるところもあると思いますので、こう規模から考えるとさ、本当にそのちょっと困っちゃったなってことは少ないよね。ないないね、ないとは言えないかも。スタッフさんが対応してくださってるかもだけど、そうそう、大きなことが本当にないのは皆さんのスタッフさんで、来てくださってる皆さん一人一人の心がけのおかげですね。今後もこうやってよろしくお願いします、ね、どんどん規模広げつつ、この心を忘れないでみんなでやっていきましょう。マロラジ、栃木県ってクイズ合格したじゃないですか。はい、なんか MVP がこう後日歓待しますみたいな、あの、書いてて歓迎しますみたいな書いてあるんですけど、その時にね、カンペでなんと栃木旅行プレゼントですって言われて、だから今日ね、ツイッターでほら、あの公式さんからさ、ルルブを忘れずに、油断なさらずっていうリプライ来てたでしょ、私たち何させられるのかと思ったら、どこ行きたいって、やったー、やっとちゃんと正しくルルブを見られるよ。ルルブってそういうものなんだよ。私今日持ってきたけど、このブースの中に忘れた。ここにあるよ。どこ行く、どこ行くとか、もうなんかさ、でもさ、もうなんて言うんだろう、受験のさ、教科書として使ってた気持ちが強すぎてさ、ほんと復習しちゃったもんね。平和観音ここにあったのかみたいな。私ね、フラワーパーク行きたいよ。足利、うん、ちっちゃい頃よく行ったんだけど。あと
とね、動物王国行きたいよ。行きたい。あとね、私ね、あれやりたい。ライン何だり？ライン下り？あとね、マシコ焼きたい。焼きたい焼きたい。ボイスコミックにも出てきてましたよね。ね、うんうん、私たち首切り坂くらいしか行ったことないから、ね。そうなんだよな。餃子もさ、ゴールデンウィーク中でさ、その、うん、あのそれこそ来場してくださった皆さんがお店に入っちゃっててさ、私たち一回もちゃんと餃子屋さん行けてなくてさ。うん、そうなんだよね。なんかちょっと時期を外してさ、うん、普通に宇都宮の餃子も。まずしっかり食べたいな、ね、ゴールデンウィークとかじゃなければそこまでさすごい売り切れして全く食べられないってことはなさそうだよね。そうだよね、うん、だから餃子も食べたい、ね、宇都宮の餃子。こう見てるとほんと栃木ってさすごい自然味あふれるところからさすごいおしゃれな街までいっぱいありすぎて、あとどこもご飯美味しそうで決められないんだけど。そうなんだよね、街もおしゃれだしさ。あ、でも大谷石行きたい。おやや前から言ってたもんね。そうそうそう。あとさ、あそこもなんだっけ、あのナスの殺生石、キュウリの口で行きたい、ね、そっちの方がより行きたいな。私ナス塩原も行きたい。わー、キュウリだ。中禅寺湖でなんかスワンボートとかないの？あるよあるよ。こごうよこごうよ。あ、でも中禅寺湖行きたいよね。あ、でもね、私としたらさ多分ね全然ね、ここが近くてここが遠いとか分かってないからね、ここも行きたいここも行きたいってね、すごい一気に回れるところがあるのかないのかしら分かってないからね。なんかその聖地巡礼したい、千条ヶ原も見たいし、でもマシコ焼きたい。マシコになるとちょっと方向が違うけど。そうなの？嫌い。なんなの、それどうにかできないの？まあ、ほら何泊かにもよるかもしれない。5泊フルだな。結構割と長期休み取らないといけないね。これでもまたね、あの何かしら私たちがそのご褒美旅行させてもらったの写真撮ったりしてさ、ホームページとかでなんかね、こういうとこあるね、皆さんも行ってみてくださいみたいなご紹介とかね、できたらいいね。うん、なんかせっかくだからね。というわけで、あのいつになるかちょっとまだ分かりませんけれども、私たちの旅行報告待っててください。2人が見てるので進めます。次回のメールテーマを発表します。次回のメールテーマは初心に帰って応援したいもの、してほしいものを大募集です。事前達成も問いません。例えば自分のお店の PR を兼ねて応援してくださいとか、妹が今年受験なんで応援してなどなど、何でも募集です。はいはいはい、たくさんのご応募お待ちしております。はい、マロラジ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 。今回のマロラジいかがだったでしょうか。まだまだ読み切れないメールありましたけどね、ご紹介させていただきました。ありがとうございました。さて、ここで皆さんにお知らせがあります。はい、すすめ栃木部第2巻発売中です。現在ファミ通コミッククリアにて好評連載中。マロニエール原作者五木さやか先生が手掛けるすすめ栃木部第1巻第2巻、ただいま絶賛発売中です。マロニエールともどもこちらも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして第3回マロニ選手権が開催中です。おー、イエーイ。ご好評にお答えして第3弾です、うん、カラオケ招き猫さんのスキットで第3回マロニ選手権が開催されています。はい、こちら開催期間なんですが5月6日からもう始まってますね、うん、7月17日までとなっております、うん、最高点マロニポイントそれぞれ上位5名様にサイン入りのスキットエーラー認定証をプレゼントいたします、はい、マロニアルバム2の新曲が早速追加されているということですので、ぜひ皆様チャレンジしてみてください。お願いいたします。というわけで今回のマロラジは以上となります、はい、各コーナーへの応募はポチテレアニメ専用サイトから投稿していただけます。あ、面白いの思いついたなんて時にはどんどん送ってきてください、はい、今回のお便りをくださった皆様はこちらです。本当にたくさん、あの読み切れないほどいただきまして本当にありがとうございました。関係者の中の方も本当にございました。ありがとうございます。配信動画の中でメッセージや写真を紹介させていただいた皆様にはマロニエールのグッズをプレゼントさせていただいております。はい、私たちマロニエールはこれからもとちてるアニメ専用ホームページで毎月さまざまなお知らせをしていきます、はい、地元アニメ企業団体の最新情報、とちてるで放送するアニメ情報、見てくださってるみんなからの質問やお便りも大募集です。
マネージャー大竹さんのマロニエル公式ツイッターも要チェックです。ののかとまなみにも観光大使のお仕事をというリプライをたくさん送ってください。ビクビクお願いします。お願いします。マロマムスリーハヨとか下疲れマンも応援してますとか ね、そういうのもお待ちしております。シングルでもいい、シングル出して皆さんの声結構ダイレクトに届くので。そうだよね。お願いします。そうなんです。はい、次回のボイスコミックは6月1日、こちらが、前回うん、こちらアニメフェストで公開されました、うん、前編の続き後編が公開となりますので、はい、お見逃しなくです。それじゃあみんなまたね。とちてれ YouTube チャンネルは毎月2回更新だよ。毎月1日は私たちマロニエールのボイスコミックを、25日はウェブラジオマロラジが配信予定だわ。今ご覧のあなた